はい、酒好き直りの飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、マイヤーズのダークラムです。こちら、以前からね、すっげー飲んでみたかったんですけど、今日ようやく、買いました。うん。750ml のアルコール度数40度。値段が1300円だな。1300円だったか400円ぐらい。うん。です。こちらですね。ずっと飲んでみてえなーと思ってたんですけど。ね。買ってなかったんで。飲んでいきたいと思いまーす。ね。まあ、一応ね。先ほど、ご覧になった方もいるかもしれないですけど、ラムレーズンの動画、撮りまして、今、一日、置く作業中ですね。乾燥させる作業中です。ので、まあ、ちょうどいい。まあ、これを買うにあたって、そのラムレーズン、っていう存在を知って、じゃあちょうどいいかな、このマイヤーズのダークラムも飲んでみたかったし、ラムレーズンも作ってみようという感じでね、なりました。うん。ダークですね。じゃあ乾杯。いい匂い。これは、あのね、このマイヤーズのラム、ダークラムはですね、俺、以前、ケーキ会社に勤めてまして、その時に、これをですね、使って、まあ、ケーキの、ホイップクリームにこれを混ぜて、だったかな。うん。チョコレートに混ぜたんだか忘れましたけど。この香り、覚えてます。ただ、実際、飲んだことはないんですよね。まあ、食事中、職場で仕事中に飲むわけにもいかない。すごいですね、香りが。で、香りはものすごく甘いんですよ。ですが、飲んでみると、どことなくこの、なんだ、テキーラちゃうな。ウイスキーかな。やっぱウイスキーだね、多分。を思わせる。味が。でも甘いですね。うん。若干、甘め。ですが。これはね、うまいです。うまいです。こちらキリンですね。多分。あれ違うな。あれ変わったんかな。マイヤーズのラムって変わったのかな。一応サイトにはキリンと書いてあるんですけど。わからん。てか、容量も変わってるな。心なしか。うん。これ 750ml なんだけど、
700ml ってこっちには書いてある。バージョンアップさせたんかな。わかんねえ。マイヤーズラムはジャマイカ産の本格的なダークラムです。1879年当時、ジャマイカの砂糖農園主だった、フレッド・ルイス・マイヤーズが、情熱のすべてを詰めた、込めたのがラム作り。200種類以上の原種から20種類だけを厳選して、ホワイトオークの大樽に詰め、一般には2年と言われる熟成に4年の歳月をかけた後、今もって秘蔵とされる伝統あるブレンド技術を持ってマイヤーズラムが誕生しました。マイヤーズならではの豊かな味と香りは広く世界の人々に愛され、また、洋菓子の材料として世界の一流洋菓子店でも愛用されています。マイヤーズラムの美味しさの秘密は、華やかな風味と芳醇な香り、洋菓子材料との相性の良さから世界の一流洋菓子店やレストランでも愛用されています。また紅茶やコーヒー、アイスクリームのトッピングに少量垂らしても手軽にマイヤーズラムの美味しさが楽しめます。ああ、なるほどね。ソフトクリームっていうか、ね、バニラアイスとかにこれ入れてもうまいかも。確かに甘いんだけど、最初は甘いんだよね、これ。口に入れた瞬間。なんだけど、なんか、おおみたいな。ものすごい。これうまい。原料がサトウキビ、穀物、原料、らしいですね。やっぱ穀物が原料ってことは、ウイスキーって何なんだっけ？大麦？だいぶ似てるんですかね、味がね。あれ？通常2年間熟成させるところ8年間貯蔵して、で、さっき4年間って書いてあったのに、別のサイトでは8年間って書いてあるな。意味がわかるな。一体どっちなんだ？全然わからん。でも8年だったとしたら、相当ですね。これはうまいな。やっぱり、バニラアイスにラム、これを垂らしたらうまいらしいです。
これうまいなぁ。にしたって。ちょっとうまいなぁ、これなぁ。やっぱりなんかあれですね。違いますね。写真と、若干あれなのかな？変わったのかな？これ。ラム。このマイヤーズのラム。変わったのかな？多分輸入者が変わったんじゃねえか？だってキリンって書いてないもんな。有限会社ウィックって書いてある。知らんぞ。そんなメーカー知らんぞ。うん。あ、ブランデーに似てるな。ブランデーに。ブランデーをさらにちょっと甘くした感じ。なんかな。多分そんな感じ。やっぱ味似てるんだよな。すごいっすね、これ。うまい。ちょっとあまりにうますぎてびっくり。仰天レベルなんですけど。本気で。このね、甘さがまたね、俺結構甘い酒好きなんで、あー、これはうまいわって。本当に甘くて飲みやすい。本当に。うん。確かにこのカラメルっぽい味もするね。これは。うまいなぁ。うまいなぁ。これはあれだね。もうおすすめ。もう、やばいわ。やべえな。これはマジでうますぎてびっくり。うますぎてびっくり、仰天レベル。あの、アイスクリームと食いたい。アイスクリームにかけて食いたい。ものすごく。ものすごく、アイスクリームにかけて食いたい。くそ。ものすごいほどの。あの、ラムレーズンも今作ってる最中なんで、まあ、まだなんだけどね。なんだけど、あの、そのラムレーズンをまた、ね、アイスクリームにかけて食ってみたいですね。それ楽しみはまあ置いとこう。後に。うん。後にだな。ラムレーズンを、ね。ラムレーズンを、てかラムレーズンってね、何日10日ぐらいでできるらしいですね。ラムレーズン。ラムレーズンはね。10日ぐらいで、あの、梅酒と違って、あの、ラムレーズンはね、あの、10日ぐらいでできちゃうらしい。うん。ですよ。で、まあ、10日でもいいし、まあ長くても、まあ長くてもというかまあ何年つけてもまあ問題はないと思うんですけど。うん。てか少なくともこれ、マイヤーズのこのダークラムに関しては、以前俺ラム酒飲んだことあるんですけど、安いやつね。それとは明らかに甘さが違うんだよな。うん。明らかに違うんだよな。明らかに違うんだよな、甘さが。うまさが。というか甘さがね、主に。
ほんまに甘さが全然違う。甘さとあとこの香りはあれか。香りはまあ、ラム酒。なんだけど、ただ香りの強さが違うな。これはな、うまいな。さすがに、さすがにびっくりするほどうまいね。これはハーゲンダッツのラムレーズンも食ってみたいけど、正直ハーゲンダッツ俺嫌いなんですよね。ハーゲンダッツ、なんでかっていうと甘すぎる。異常なほど甘い、このハーゲンダッツは。絶対おかしい。確実におかしい。ハーゲンダッツは、なんか、確実に何か、分量間違えてる。っていうレベル。これ一つで、どんぐらい砂糖使ってんのかなって思うぐらい甘い。しかも変な甘さ。っていうか、強烈な甘さだよね。あれは。なんか、恐ろしいほどの甘さがあるんで、嫌いなんです。うん。恐ろしい。とにかく恐ろしい。なんじゃこりゃみたいな甘さがあるんですよ。で、なんでこんな高いのかが理解できない。うん。こんなんだ、普通に、なんだ、スーパーカップの、ねえ、で、問題、何にも問題ない。そっちの方が全然美味しいっていうレベルなんですね。うん。まあいいや。まあ今度、アイスクリーム、いいね。うん。アイスクリームちゃんに、マイヤーズのラムを垂らして、食べてみましょうということで、こちら文句な、まあ、なしの五つ星。これはね、さすがにちょっとあまりにもうますぎる。上に、その酒だけで楽しむんじゃなく、その食事、デザートとしても、ね、食べられる。とかね。そこがまたいいよね。これが1300円だったか1400円はちょっとコスパ高えなと、個人的にこれコスパ高えなって思いますね。うん。そんじゃあご視聴ありがとうございました。